皆さんはどっちでーす。はい、皆さんはどっちでーす。こんばんは。大花火一発につきカントリーマーム1個食べます。よろしくお願いします。企画スタートでーす。はい、いらっしゃい。はい、ワズツー、ニヤコ。ワズツーです。どうなるかね。おはよう、シンさん。おはようございます。あ、のんちゃんまだつい。おはよう。はい、わずつ9800キロカロリー。今日は2017年8月の21日、10時30分です。1時間限定です、放送。花火一発につきカントリーマーム食べます。よろしくお願いします。トータルすると、8900キロカロリーです。風船ありがとう、ブドウと先輩。おはよう。全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10袋×20、200個だね。200個です。はい、ソソありがとう。はい、ソソにみんなパチパチ。二ついきまーす。いきまーす。イェーイ。いくぜ。じゃあ、ココアからいきまーす。いただきまーす。ハンドリーマーム大好き。ソソにパチパチいただきまーす。うん、まっ。ペソンありがとう。ペソンにパチパチ。うん、まっ。めちゃめちゃうまい。じゃあ次バニラ行こうね。うめえ。袋は出しといた方がいいのか。二つ目いきます。ありがとうございます。ソソさん二つ目いきます。うまっ。うめえ。カントリーマーム最高。マジうめえ。マジうめえ。最高だわ。じゃあペさんから、ペさんからです。いただきます。ペさんから3つ目。花火ありがとう、ペさん。いただきます。うめえ。いいね。うまっ。うまっ。最高だぜ。うめえ。いいよな、おいしいもん食ってさ、うまいもん食ってね、仕事になるからね、最高だよ。いや、太っちゃうね。いいんだよ、配信者なんだから。配信者なんだから、また痩せる企画やればいいんだから。あ、うまい。まあ、うまいっすね。
あーごめんなさいポロリさん、企画なくなっちゃったんですよ。申し訳ないです。いや別にずっとアイテムタイムだから、今回はずっと花火タイムだよ。ずっと俺のターンだよ。いやファンサービス大事でしょ、翔次郎さん。ファンサービス大事でしょ。日程変更とかじゃないんですよ。夕方抑えられたんだけど、先方の都合でなんかスケジュール埋まっちゃったって言われたんで、夜中に電話かかってきて、こんにちは、ハート風船ありがとう。これだけで9800キロカロリーだ。9800キロカロリー。しゅうさんこんにちは。カロリーやばい、1個49キロカロリー。こんにちは、あーちゃん。カントリーマンめちゃめちゃうまいよね。俺大好き、このお菓子大好き。富士屋のカントリーマン大好きな。大好物です。幸せよ。
ありがとうございます、ポロリさん。水飲んでるよ。あと49分、あと49分です。いや全然無理してないよ。1個っすね、カズさん1個。俺にカントリーマームを食わせる配信だよ。大好きな牛乳、俺飲めないんだよね。飲めるけどあんま好きじゃない、うん、知らない、なんていうジャンルなんだろうね、わかんない、なんなんだろう。スーパーの棚全部ごっそり持ってったよ。在庫があったら持ってきてくださいって。スーパー丸越で買い占めて。賞味期限どれくらいなんだろう。2018年3月なんだ。企画スタートしてますよ、やってますよ。残り47分ですね、残り47分です。いや盛り上がんなかったら別に盛り上がんなかったらいいじゃん、別に誰も損しねえんだから。それは自由だ。眉毛か描きたいよね。はい、ワズツカントリーマームね、カントリーマーム。そうだね、タバコ吸おうか。
アメスピコンビニっすね。いつもコンビニで買いますね僕は。ありがとう、花火散髪ありがとう、うぃー、龍鳳デスマスさん、パチパチありがとうございます。いただきます。ココアいきます。ありがとうございます。大花火普通に売ってるよね。おはよう、まっ、4つ目ありがとう、うまい。5個目いただきます。リュウホーデスマスさんありがとう。いや、カントリーマンめっちゃうめえわ、めっちゃうめえわマジで。うめえ。めちゃめちゃうまいわ。ありがとう、龍鳳デスマスさん。6個目いきます。いただきます。6個目いただきます。うまっ。いただきます。7個目いきます。富士屋でいやほい、富士屋でいやほい。7個目いきます。
甘っ。ありがとうございます。ごちそうさまです。もういいです。もういいです。もういいです。5個が限界だな。5個が限界？カントリーマームの美味しさは連続5個。なんかね、6個目まで美味しかったけど、甘い。もういいです。いや、5個が限界だね。いや、飯食った後はきついわ。いや、もういいわ。あ、もう花火投げなくていいです。もう花火いらないです。いや、もういいや。これ以上食うと嫌いになるわ。はい、いらないです。もう花火お断りしますね。いらないっす。花火結構です。もう今日の分稼げたから、今日のノルマ稼げたから、食べなかったら叩かれるからさ。もういいっす。ありがとうございました。花火投げてくれた人、ありがとうございました。いや、俺からのお願いだよ。俺からのお願い、花火投げないでください。いや、投げなきゃいいんだ別に。1時間やればいいじゃん。タバコ吸おう。どうせあと37分で終わりだから、37分で終わりだから、いいよ、もう花火投げないでください。いや、振りじゃないから。振りじゃないから。うめえな。
イベントはツイッターに告知した通りですね。タバコ何年吸ってっかな、もう20年ぐらいかな。残ったカントリーマームは、いや飾っておくよこのまま。インテリア全然花火上がんなかったね。花火ありがとうございます。いただきます。いただきます。鼻炎持ってますね。まあうまい、うまいっすね。うまいっすね。ありがとうございます。花火ありがとうございます。いやいや全然ありがとうございます。もう花火いいですよ。もう花火は大丈夫です。ありがとうございました。ツイキャスやってないですよ、僕は。ふわっちとセブンティーンだけです。いや、バニラとチョコどっちが好きなのって言われても、まあ、なんかもう、バニラとそもそもココアだし、よくわかんねえわ。よくわかんねえわ。質問の意味がよくわかんねえわ。いや頑張ったわ。頑張った。カントリーマームだってこんなに食べたやついる？30分間で。ツイキャスやってないですね僕は。こんなにカントリーマーム食べた配信者いますか？いないでしょ、未だかつて。ピーマンはどつ？残り30分で終わんだから。やめでやめ、こんなもん。機嫌悪くないよ、全然全然機嫌いいっすよ。大好きなカントリーマームいっぱい食べたんで機嫌いいっすよ。今日、いや今企画中なんだけど、今日の予定はつうか、あと俺予定は組まないようにしてるね、なるべく。予定組むとなえるから、予定は組まないようにしてるね。8個食べたね。
一袋でよかったじゃん。これいらないじゃん、これ。一袋でよかったな。在庫がここにたくさんある。在庫が、ほら。見て、これ。一袋で全然よかった。うん、イレギュラー対応できないですね、僕。食べないですね。食べたい時食べます。向いてねえな、やっぱり俺向いてないな、うん、向いてなかったわ。企画とか向いてねえな。何が向いてんだろうな。早く本当の自分探してえな。本当の自分見つけ出してえな。早く。俺が本当に輝ける場所どっかねえかな。うん。うん。全然盛り上がんなかったな。普通に花火もらってカントリーマーム食っただけだったわ。普通にカントリーマーム多めに買って花火投げてもらって、まあちょっと多めぐらいのカントリーマーム食っただけだったね。自分探しに行かねえとな。そうだね、マイペースにやらないとね。マイペースに。配信1時間だけっすね。あと28分ですね。あ花火ありがとうございます。いただきます。お姉さん、ありがとうございます。ありがとう。もう花火いらない。いただきます。コーヒー飲みたいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。甘っ甘
花火ありがとうございます。匿名さん花火ありがとうございます。いただきます。花火ありがとうございます。あ、花火ありがとうございます。
水取ってくる。体が拒むんだけど体が口の中に入れさせないんだけど、
頭痛いですもうとっくに7個目ぐらいから頭痛いですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21個、あとはあと8個、21個だから4の4で8個、あと6個、あと6個、あと8個、あと5、あと5個、あと5個、あと5個、
あと5号。手が痛くなってきた。指先痛いんだけど。指先が痛いんだけど。何これ。指先が痛いんだけど、何これ。マジで。指先が痛いんだけど。何これ。指先痛いんだけど、俺。何これ。何これ。ずあと4個。痛え、何これ。毛細血管がマーブ。何、毛細血管がマーブ。アービーありがとうございます。アービーありがとうございます。あと6個ね。あと5個。あと5ね。なんか変だな。あと5だよ。あと5ね。あー頭痛い。もう味が分かんなくなってきた。あー何これ、鉄の味がする。何これ、鉄の味がする。何これ、鉄の味がすんな。体からココア、鉄の味じゃない、息からココアの味がすんだ。やばい、何も食ってないのにココアの味がする。何これ。分かった、ココアだ、この鉄の味。やめろやめてくれ、もうマジでやめろ。何個だっけ、あと何個だっけ。ふざけんなよ。あと何個。もういい。
あんまり痛い。残り4分。もう本当に痛い痛い痛い。体中痛い。もういいです。指がしびれる。もう変変変。何これ何これ。数えるか。数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10ね。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20個。やめろ !20 個。21、22、23、20、おい !24、25、26、27個です。今食ったの27個。27ね、覚えといて。27。ってことは、あと8個。花火はもう2分で終わりね。もうこっから先は受付納棺になるから、この花火この2分間で終わり。そっから食べるだけ。あと8個。花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。すいません、暴言を吐いてすいませんでした。花火ありがとうございます。残り8個。残り8個でしょ。あ、増えたのか今。増えたんかい。残り9。いただきます。残り1分です。あ、花火もういらないです。もういらない、もういらない、もういらないって。ああ、もう勘弁してください。もういいっす、もういいっす、もういいっす。ありがとうございます。もう勘弁してください。もういらないって。もういい、もういい、もういい、終わるよ。はい、残り30秒。29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了、終了。はあ、で、あと何個？頭痛い。あと10個。ありがとうございます、皆さん。ちょっともう一回数えさせて。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個。10個、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20個、
21、22、23、24個、25、26、27、28で残り9個ね。28個、残り9個 OK？ 残り9個、28だから OK？ OK？ 合ってるよね、合ってるよね。28だから残り9個 OK ですか？ OK？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28個、残り9個いくよ。2、4、6、いや、これで終わりね。これで終わり。いきます。音楽変えるわ、頭痛い、この音楽。もうだって水2リッターぐらい、3リッターぐらい俺水飲んでるよ。胃が張るし、これなんか鼻の奥からココアがすごい香るんだよ。温めた。頭痛い、マジで。ね、ココア味じゃなくてバニラ味多めにしていい？ココアがね、頭痛くなるんだ。ココア、鉄の味がすんだよ。バニラ多めにするわ。ココアダメ。ココアが頭痛いんだって。ココア、体中からココアの味すんだよ。頭痛い、マジで。ココアの、もう何も食ってないのに、ココアだらけなんだよ。あ、水取ってくるわ。頭痛い、マジで。あ、なんかくせえ体中。
残り何個 ?2、2、4、あと8個。ちょっとココアは、ココア最後の鬼門に取っとくわ。ココアあかん。ココアの、この2個のココアは取っとくわ。ココア無理。もう。1個49キロカロリーだって。1個49キロカロリー頭いった。あ、なんか足の指も痛くなってきた。熱出てきたんだけど。ちょっと待って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 。熱出てきたんだけど。なんでこれ。すっごい熱出てきたんだけど。なにこれ、なにこれ、なにこれ。なにこれ。なにこれ。なにこの熱。やばくない？大丈夫かな？大丈夫かな？やばいっすよ。気のせいだった。至って平熱だった。あれおかしいや。もういいって。もういいって。いや暑いんだけどな。もういいって。もういいって。もういいって。これもういいって。もういいって。サブウェイもういいって。あえい
頭痛い。うん。何やってんだよ。あと8個。あと7個か。2、4、あと7個。うん。ああ。味覚がおかしい。ありがとう。あーきついな。あお腹痛い。頭痛い。やってみろって。39個。30個食ってみろよ。まだマーム食べてるでしょうか。関節が痛いんだって。関節が痛いんだって。痛いんだって体の節々が。何これ。関節が痛いんだって頭と。指先とか。
俺死ぬのかなこのまま。俺死ぬのかな。はあ、けあタバコやめよう。あーなんか僕の血は鉄の味がするって感じだよ。僕の血は鉄の味がする。お前ブロックだ。きつーマジで。行きます。ありがとうございます。ギャラソネ呼んでギャラソネ呼んで。本当にやばい、いろいろ。バレンタインでチョコもらったことはお母さんから何回もあるよ。もう、小麦粉の味だ。あー頭痛い、マジで。あーあー血糖値上がらないんだ。あとゴール6個。頭痛い。あーもうやだもうやだ。さあ、祖祖の最後の10発が心折れた。マジで。祖祖の最後の10発がマジ決め手だった。ああ、とどめ刺された、あれ。苦しい。超苦しい。5個ぐらいが一番うめえわ、カントリーマームは。5個までが一番うまかった。みんな覚えておいて、カントリーマームは連続5個までがピークで、5個までが一番うまかった。5個目のカントリーマームめっちゃうまかった。で、もう、17個目からは地獄。17個目から急に来るから。17個食べたらダメよ。死ぬ。そっから先は、キルゾーンに踏み込んでるから。キルゾーンに。17個からオーバーするとキルゾーンだから。ここ5個まではうまかった。すっげえうまかった。17個目からキルゾーン。いただきます。そりゃ料理を小さくするわ。それは小さくするわ。藤屋さんも
それはこのサイズになりますよ。17個目からがキルゾーン。いや今花火投げたら脳幹です。釈迦食べる？食べる？いらない？ゾーンとっくに超えてるよね。致死量だと思うよ多分。致死量。ああクラクラする。今俺何個食ってんだ。あと5個だから頑張るよ。あと5個。いやめんまいっつうかもうガン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 する。ガン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 するのとなんか体中がなんか圧迫されてるっつうか痛いっつうかパンパンに腫れてるっつうか。ノーカントリーっつってこれが原因だろ。これが気づいたわ。しっとり感アップしてんだよこれだろ多分。なんかちょっとふわふわしてて美味しくなったと思ったんだよ。これだわ絶対。しっとり感アップがなんかいつもより美味しいなと思ったんだよ。ビスケット市場売り上げナンバーワンだって。これビスケットジャンルなの？カントリーマームってそりゃ売れるわ。気持ち悪いでしょ。ああ本当に食べたのテストさん。やばいっしょ。ああもう食いたくない。水だってもう 1.5 リッターぐらい飲んでるよ。うんうん。ココアがやばい。バニラは食えるまだ。ココアがやばい。あーやべえ、もうあーもう食いたくない何にも。37個ね。じゃあ唾液が出ないんだよ。ごめんねマサヤ、俺も嫌いなんだよ唾液が出ないの。だからなんつうのベチャベチャすんのよ。ごめん唾液が出ないから。
注意書き、注意書き読みます。注意書きどこだろう、どこにあんの注意書き、注意書きどこだ。開封後は早めにお召し上がりくださいとか普通のことしか書いてないけど、注意書き何も書いてないよ。これ本当し、あー地獄だな。花火は書いてあるよ。花火表示されてるでしょ。花火はリスナーさん見れるはずだけど。マジで唾液出ねえ。いや水じゃないと無理、口の中が常に甘いの。あいやこれはこれなんか別ジャンルの苦しさっていうか、なんかドラッグ的な、なんかあなんかココアの匂いうぜえ、これ体中からココアの匂いするんだよね。中からココアの匂いするの。なんかココアにチョコレートの中使ってるみたいな匂い。唾液出ないからなんか気持ち悪い。はあ、あーあーやめとけよかった、本当に本当にやめとけよかった。ああもう食い物系の企画やんない、もう。ああもう二度と企画なんてやんない、もう。もう企画やめる、もうダメだ、企画向いてねえ、企画向いてねえよ。近く向いてね、もうやめよう。ポテチとかの方が良かったよ。なんだこれマジで。いや向いてないっしょ。苦しい。
あと残り A、これ食べて4枚。これプラス4枚ここにある。あーもうカントリーマーム大好きだったのに。カントリーマーム大好きだったのに俺。死ぬほど好きだったのに。嘘だろ。怖いもん今。このパッケージが怖いもん。見ないで。ああ。怖え。もう全部が怖いもんね。何もかも怖えよ。ああ、ブラックコーヒー行こうか。でもここでカフェイン入れたらやばいことになりそうなんだけど。ブラックコーヒー買ってきていいの？確かにブラックコーヒーなんか中和しそうな気がするけど、なんか食べ合わせがおかしくなってオーバードーズしそうなんだけど今。ブラックコーヒー買ってきていい？ブラックコーヒー。あーマジきついこれ。いやマジで死ぬかもしんないけど、もう毒には毒で制さないと、もう砂糖をカフェインで中和しないとやばいかもしんない。マームが、マームが来るよ、母さん。いや試してみる、逆にコーヒータリーズ試してみる、ここでどうなるのか試してみる。人体実験繰り返す。人間はカントリーマーム37枚とコーヒーでどうなるのか、うん、いや吐きはしないけど、なんつうんだろう、頭が痛いで、行ってみるカフェイン買ってくるか。残り4枚ね、残り4枚、ああ買ってくるわ。あーもうなんか味がおかしい。
ただいま。じゃあケビ、あと4つ。このカントリーマームホームレスに配りに行く。これ食えないよもう。すいませんって、ちょっと自分の都合で申し訳ないんですけど、お菓子食べませんかって言って、受け取ってもらえませんかっつって、あーコーヒーうめえ、うわコーヒー中和力やべえ、コーヒーやばい、うんまコーヒー、嘘だろ、コーヒーすごい合うわ。いやコーヒーがそのガッと甘みを取り除いてくれる。うん、うまい。ホームレスの人とかさ、子供とかに配るブラックがいいっすね。砂糖入りなんか飲めないよ。そうこれさ、なんか近所の子供とかに配る。あブラックはすごいね。ただ頭痛いけど、味覚のその口の中をなんかこうザッと洗い流す感じ。相性いいわブラック。あいいいいいい、ブラックいい。何どうするのがいいかな、これカントリーマームを。カントリーマームをどうするのがいいと思う。子供に配る、子供に、子供に配った方がいいかな。ちょっと一服させて、あと4つが重い。浅井さんに頼むとかね。カントリーマーム全部全部もらってもらうまで帰れまてんやる。怪しいおじさん、そうだよね、俺眉毛ねえんだよな今。こんな顔したやつがさ、こんな顔したやつがさ、すいませんって、あのカントリーマームもらってもらえませんかって言われたらもらう、みんな。あのすいません、カントリーマームいかがですかって言われてもらう、初対面でこの人に。美味しいですよって。怖いよね、恐怖だよね、めちゃめちゃ怖いよね。俺だったら走って逃げるもん、事案だよね、うん、本曲いいでしょ。もらわないよね、もらうのいっちゃんいっちゃん攻めだな。子供は逃げるよね走ってね。ただもうどうすっかこれ。無視するよね。あーあと4個がすげえハードル高え。すげえすげえすげえハードル高えな。いやホームレスの人意外とうまい飯食ってっかんね、新宿のホームレス。みんなと全然イメージ違うから、リゾットとか食ってるから、うん、養護施設とかあんのかな新宿に。新宿に養護施設とかあんのかな、近くに。誰かカントリーマームを最も欲してる人にあげたい。なんかイメージアップをしたい。藤屋さんに申し訳ねえから、俺カントリーマームはマジで好きだけど、これネガティブキャンペーンしたから、カントリーマームがいかに愛されてるかっていう配信に変えたい。うん。
サインはステッカーに書いてるね。新宿はたくさんいるね、ホームレスは。障害者施設はお菓子受け付けてる？障害者施設っていうか、まあ俺も障害者だから、障害者施設意外と普通だから、みんな別にお菓子はいいでしょ。子供か、子供食えてんのかな、カントリーマーム。子供にあげたいな、孤児院とかね、うん、この暑さだと溶けるんだよね。そうなんだよね。誰に渡す、誰に一番喜んでもらえるかだよな、カントリーマーム。石野はそういうの嫌いでしょ。石野は今ホームレスじゃないからな。あ、餃子も結構きついね。揚げ餃子が脂っこ、ちょっと買いすぎた。俺10個しか買ってないけど、本当は20袋買おうとしたんだよ。絶対食えないよ、甘く見てたわ。あっといて、なんか子供にあげたいな、養護施設とか。なんかねえかな、近所に。あ、まだ4つ食べてないかんね。いや夢に出てくるよこれ。マジ気持ち悪い、どうしようこれ。そうだね、おい、ラッキーいらっしゃい。あ、マジで食いたくねえ。どうしようかな。いやもうあと4つだから死にはしないでしょ、あと4つぐらいで。いただきます、こんにちは。あー、目がチカチカする。痛い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 、目痛い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 、目が痛い目が痛い、右目痛い。何これ、右目痛い、目が痛い、痛い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 、目が痛い目が痛い。右目が飛び出てきてる。あー、よかった1時間でやめて。吉田の家行ったことあるの。右目がボーンって痛い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 。甘いな、甘いな、甘いな、これ甘い、甘いよ。思ってるより全然甘いよ、甘いって。いやもう胃はどうにかなる、胃はきついんだけど、もう甘い、とにかく効くでしょ、やってみなよ。きついから、マジきついってこれ。いや、そそ聞いちゃったじゃない、そその10個がとどめ刺したんだよ。あー
ああ。甘いやあ。僕の体はカントリーマームでできてる。コーヒー飲もう。あと3個唾液が出なくなった。ついに「カントリーマーム」って田舎の母って意味でしょ多分。マームだから田舎の母だよね。商品名田舎の母ってすげえな。アメリカ人とかこれどう思うんだろう。田舎の母田舎の母ってすごい商品名だよね、うん、もういいわ。あと3個が重い。田舎の母だよね。合ってるよね。凶暴すぎるだろ田舎の母。なんかもうね、田舎の母にね、あんたこれ好きだったでしょ、食べなって、もっと食べな、もっと食べな、もっと食べなって、あんた子供の頃これ好きだったでしょ、もっと食べなさいって、ああ、うるせえババア反抗期になりますよ、こんだけ出されたら。いくらお母さんでも。それは、うるせえババアってなるよね。ああ、もう一生分食ったわ。一生分食ったわ俺大好きだったのにカントリーマームこんなに美味しいお菓子世の中にないと思ってたんだけど、もうトラウマだよ。あーうまっ。あーやば。あとココア出たよ、ココア。難関ココア。あと2つ。いやーもう無理無理。甘いもの全体がもういい。マーマー、マダムって意味なの。あんま。チョコレート入れすぎでしょ。チョコレートなんだ、中がぎっしり。今チョコレート入れすぎ、ガンガンに入ってる。昔と違う、うん、もう水 1.5 リッターカントリーマームでもこんなになったからねそれそうだよね。胃の中にさ、小麦粉とチョコレートとさ、コーヒーとカルビ焼肉弁当とカントリーマーム30何個が水 1.5 リッターってこうなるわな。いやマジで凶暴だよこれ。あーやばい。
小袋あるよ、箱型のカントリーマームがある。だからこの大袋、家庭用の買ってきたのが間違いだったんだよ。お得セット全然お得感ねえよ。箱型のやつコンビニで買ってくれやがった。履いてるよ、今履いてるやつだよ、これこれ。マジか。あーきつい。あんま、あんま、甘い、甘いよ。ああ、ああ、一袋で無人、一日一個で相当体力つくよ、これ。まあすごいなこれ。コーヒー助かるわ。あと2つです、あと2つです。難関ココア、ここは難関。あー、左目が痛い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 、左目が、左目が痛い。あー、僕の体はカントリーマームでできてる。痛い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 よ、痛いよ。あー、行きます。砂糖が欲しいか。砂糖が欲しいならくれてやる。あんま、あんま、あー重い、重っ、ココア味重っ。あ、重いな。あー、きつ。こんな食い方ってハンマ裕次郎みたいじゃん、これ。これハンマ裕次郎並みの食べ方でしょ。これ漫画だよ、漫画。ハンマ裕次郎がこれくらい食うならわかるよ。うん。すごい巨大な存在だよね。ミスターチェインだからね。ミスターチェイン。
あと一個、あと一個。いや俺もこんだけ買ったってことはいかに計算ミスってたかどうかわかるでしょ。こんだけ買ってたんだよ、いかに甘く見てたかっていう。舐めてたよ。やっばやばいねこれ。ラストいきます。タイガーバーム塗るの。タイガーバームって売ってんの今。はい、じゃあ皆さん終わりです。やっぱちょうど2時間かかったな。いただきます。皆さんお疲れ様でした。いや花火くれた人本当にありがとうございました。記録は1時間の花火、花火29発、大花火4発、合計37個でした。お疲れ様です。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。